オスオラ YouTuber マフィアカジタです。ポケマンのリッチです。よろしくお願いします。はい、よろしく、はい、さあフェイトグランドオーダー、現在は特にイベント期間ではないんですけれども、はい、クラス別ピックアップ召喚日替わりが行われております。はい、そしてこのタイミングでブラダマンテとカルナがピックアップされておりまして、私多分カルナをまだ持っていない。ほう、このタイミングでぜひ、カルナを引いてアルジュナと揃えたいなと思っとるわけですが、うんうんうん、なるほど。アルジュナはもう何とか吸い抜けて持ってんだけどね、うんうん、カルナはなかなか出てきてないと思うんだよな。じゃあ試しに引いていこうかな。はい、はい、じゃあマフィアカジタ今日をやっていきましょう。はい、というわけで連載の最新回でございます。ドラマ出演で、私子殺しをする 親というなかなかハードな役柄をやりました。うん、すごい、あの加瀬さんの見た目からは想像できるんですけど、うん、中身からは想像できない役柄ですね。うん、失礼なんだが褒めてんだが分かんないけど浅川優さんと夫婦役をやりました。それがすごい、FGO においてはつまりライダーさんですね。そしてレディオポケマンタップでは収録回ソクラテスラをやりました。はい、こちらアナログゲームになっております。はい、でこちらのアナログゲームは偉人たちが聖杯を奪い合うというねなかなか斬新な設定の、ね、なかなか聞かない。はい、でゲームの方は Days Gone を今遊んでます。はい、こちらはいわゆるポストアポカリプスもの、はい、バイクで旅をしゾンビをなぎ倒し野党集団に、うん、なんか道路にロープを仕掛けられてバイクを吹っ飛ばされるというそんな感じのゲームになってます。さあというわけでいきますせー。いいか。いつもの呼び符から。呼び符呼び符呼び符ちゃっちゃと処理するぞ。フリー出るんだよな呼び符。呼び符呼び符。でもカルナは。アポクリファーでの印象すごく強くて、うん、アポクリファーは僕はほぼリアルタイムで見てたんでなんかちょっとこう印象が深いというか、うん、でやっぱカルナはこの中だとなんかぜひセリフとか聞きたいですね。なるほどね。あ、まあ、カルナがおえわお、ランサーアルトリア初めて聞いた。うん、あっさり、うん、あっさり新しいの来た。意味ゼロ。さてさて、まあ予備風は取り、普通にもう出ちゃってるからな。予備風でいきなり大当たり引いてるからね。この時点でもうちょっと当たり感はあるんだけど。当たり感あるわ。落ち子だもん。うん。じゃあ、まあ、目当てのね、サーバントも引けたらいいなという感じですね。30連いってみましょう。うん。この間 FGO はね、はい、ロード・エル・メロイ2世の事件簿っていう小説とコラボしてるね。はい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 、そっち多分俺ちゃ読んでないと思うんだけども、はい、フェイトゼロのウェイバー君が大人になって、はい、で時計塔のロードになってへーからのお話。今一気に来た、うん、バナーのとか見てたんで、うん、その大人になったバージョンが載ってたのは見てたんですよね。そうね、まあ、うん、いわゆる孔明の姿だな、はい、これ前引いたないっぱい、うん、でそのね、エルメロイ2世がいろんな事件に挑んでいくっていう話なんだけれども、はい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 、まあ言ってみれば俺っち結構ゼロ好きだったし、はい、その後の話と考えたら、うん、なかなか面白いんじゃないか。何見なくては、うん、そういうなんかそのメインのアニメ、メインのアニメというかそのアニメはほとんど見たんですけど、うんうん、その周りを書くメディアミックスというか小説とか漫画とか、うん、そういうものって僕全然見たことがないので、うん、なるほど、ちょっとこれもアポクリファで活躍してた、うん、そういうのはちょっと興味ありますね。まあ、 小説もだいぶもう冊数出てて、うんうん、もうすぐ終わるんだけれども、実はもうアニメ化決定してるからさ。お、なんと、年末にゼロはやったのよ、テレビ特番でね、はい、でそのテレビシリーズ化も決まっていて、うん、アニメで追っかけることもこれから可能になる。おお、それはいいかもしれない。すでにコミカライズもされてるし、うん、今からチェックしようと思えばいくらでもチェックする方法はあるんだけど、はい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 、まあそれとのコラボイベントがこの間やってて、うんうん、まあ、レディー・ライネスの事件簿っつって、はい、結構ね、意外なキャラクターがサーバントとして追加されたりとか盛り上がったわけだよ。おお、うん、なるほど。
まあ、そのあたりはねぜひぜひ、原作を遊んでからいや読んでからの方が より楽しめると思いますので、うん、なるほど、知識なくても、うんうん、俺は楽しかったけどね、うんうん、いやその辺を見てみないとな、逆にどの辺から手を出せばいいべきかみたいなところは難しいよ、うん、多すぎっからね。そうなんですよね。何度も言うけどそのやっぱりステイナイトがスタートラインの方がいいはいい、うんうんうん、ステイナイトをスタートラインにして、うん、そこからまあ枝のね、はい、作品、はい、変わっていくのが正しいっちゃ正しいんだろうけれども、うんうん、今の時代もそんな言ってもしょうがないし、確かに好きなとこから入ればいいし、うんうんうん、なんか FGO からフェイトを知る人も圧倒的に多くなってる。いや多いと思いますね。それは俺はそれでずっと構わないと思うんだけどね、うんうん、ただまあ片付きファンにはいろんな派閥があるから。そうですね、うん、万が一も片付き警察に目をつけるのは止まったものじゃないからみんなそれぞれね、自分なりの楽しみ方をしてもらって、そうです、ね、うん、まあ、慌てずゆっくりでもいいでしょうし、そうそうそう、うん、片付き警察の前で生きるのだけはやめた方がいいと。そうですね下手にこうね、うん、ディスしたりとかもよくないですし。そう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 、うん、でもまあ、うん、そのやっぱこの前も多分話すかもしれないですけど、うん、またあれですね、アンリミテッドブレードワークスの、うん、アニメ版、うん、アンリミテッドブレードワークスかな、うん、を見たんですけど、うん、まあ、やっぱ何回見てもやっぱ面白いですね。前に全部見てるんじゃなかったっけ？見てます見てます見てるんですけど、見直したんだ、はい、なんかネットフリックスで、うん、ネットルサかな、アマブラとかちょっと覚えてないんですけど、うん、あの流れてておっと思って、であれなんか、うん、劇場版アニメ版でまたあのメーカーさんが違うアニメ版、古いやつ、まあ、いろいろ複雑なんで、はい、ありますよね、リーン版のアニメとか。あ、そう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 、いろいろありますよね、うん、で どれ見たっけなと思って見返したら、うん、あ見たやつだと思いながらもなんだかんだ全部見ちゃうっていう。わかるけどね、うん、ついつい見ちゃいますね。まあ今ならエクストラのアニメとかも全部入ってんじゃないですか、はい、あネットフリックスとかに。エクストラ、月に向かってるやつ、ね、アニメはどうだったかな。月に向かってくやつっていうよりは、まあ、まあ月の聖杯戦争なんだけど、はい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 、はい、なんかそれは見た気がするな。見たの？いや、どうだったかな。あれは原作やってる前提の作りになってるような気はするけど、うん、なんか見たような気もするんだけどな。どれだったかな。なんかその辺のやつはちょっと見たはずです。全部見てないかもしれないですけど、うん、最初の3話とか4話ぐらいまで多分どれも1回見てる気がしますね。なるほどね。映像が化け物っぽいタッチというか、うん、あ、シャフトのやつ、シャフトのやつかな。シャフトが作ってたから、ね、はい、すごいやっぱ出るなと思って、そのメーカーさんの色すごく出る、強く出るよ、ね、うん、特にシャフトは強く出る、強いですよね、あそこは、うん、なんか予備風が良かった割にこっちはいまいちなんかまあファラファラと流れていきますね。押し音は出たけどな、うん、ピックアップが仕事をしてくれないと困る。確かに。今回はクラスベスってことはランサー？そうね、ランサーだね、うんうんうん、まあ、一応診療局とかはランサーだから、はい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 、ちゃんと出てはいるんだけれども、え、見たことない。 あるだろ。じゃあ、え、ありましたっけ。多分初めて見た気がする。そう、今まで出したことなかったっけ。かもしれない。てか僕がまあもしかしたら見逃してるかもしれないですけど、あのビジュアルだったらまあ記憶残りますからね。じゃがまあ、また出ていた。アンリミテッドブレードワークスとか見てるのは知ってるだろ。じゃがまあ元の素体っつうか、え、よりしろ誰だ。ええ、もしかして、ま、マジか。え、ほら、シロンチの、シロンチの、ほらよく見て。わからない。え、アニメとブレードワークスに猫出てきましたっけ。猫じゃねえよ違う、サーバントの方じゃなくて、これ元の人いいんだって。これほら耳隠せば。お姉ちゃん。そう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 。びっくりした。そうそう、猫意外と気づかないもんだ。俺猫いたっけってずっと思っちゃった。猫じゃねえし、ジャガーだし
あ、お姉ちゃんか、なんだ。おー、俺っち、今のはきつい減点ポイントやろ。片付き警察に目つけられるぞ、お前。でも大丈夫、最後分かったから、最後分かったから。さあ、というわけで、はい、とりあえず前編はここまで、はい、後編でまたぐるぐる回して、うん、カルナ出したいな、ブラダマンテ、まあ、ホーク重なるからいいんだけれども、うん、というわけで、また次回、バイバイ。うん。